今回はトークが一部と、一部がトークで二部がライブでした。めっちゃ楽しかった。そう、セットリストは1曲目が希望的リフレイン、2曲目が風は吹いている、3曲目が重力シンパシー、4曲目がフライングゲット。そうで、次がファーストラビット、その次がアフターレイン、その次が一生の間に何人と出会えるのだろう、その次が47の素敵な街へ、その次がねオーバーテイクって曲だったんですけど、あんま音質聞いたことなくて、今までオーバーテイクっていう楽曲を。めっちゃいい曲だねそう、うん、素敵な曲だった。オーバーテイク珍しかったって。そうでしょ、そう、A の曲なんだ。隠れた名曲ってね、すごい。なんか8でもやってたみたいだったんですけど、鬼社そのコンサートじゃないコンサートに出てたのでそう知らなくて、あんまりなんか聞いたことはあるみたいな感じで。そうでも8ではやるの珍しいから、とっても楽しかったです。みんなで頑張って覚えた。ずっと歌詞をね、ずっとみんなで言ってたの。サビが全部違うのよ。さあ越えてゆけ、今僕たちみたいなそう頑張って覚えました。うん、そうめっちゃ楽しかった。メンバーもそう仲いい子たちばっかりだった。楽しかった。そうね、やっぱ8のイベント楽しい。そう今日最後はまた来てくださいってそう言ってくださったので、ぜひ今日と同じメンツを今日と同じメンツでお願いしたいわそう、日本酒楽しそうでしたねって。そうびっくりよね日本酒まさかライブ前にお酒を飲む日が来るだなんて思いもしなかったけど、そうそう、そうね、まあここはね年齢的にも我々行こうかってなったよねありがとう。うん、でもめっちゃ美味しかったです。うさけ雪うさぎっていう日本酒だったかな。そうもう本当に自分の中で結構上位に入るぐらい美味しかったです、あの日本酒。うん、そう純米大吟醸ってなんかあのすごいお米をこうなんだろう、いっぱい研いでるっていうか、だから結構なんか辛口って書いてあってもあれなんか甘くないみたいなのが多かったりするんですよ。そうでもまあ甘かったけど、
あのね、日本酒独特の甘さっていうかよりかは本当にさっぱりすっきりした甘さみたいな、うん、なんかいい意味でなんかあんまり日本酒っぽくなくて、そう、めちゃめちゃ飲みやすかった。うん、そう、あの本当にね、マリアも言ってたけど、あれごくごくいけちゃうから逆に危ないかもしれないけど、でもそんぐらい美味しい。うん、うん、仕事前に酒飲むとかありえないんだけどって、ごめんなさい、ごめんなさい、怒られた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 。うん、お仕事中ですステージに立ってお酒を飲んでレポートするっていうのだったんですよ。もうそれが今日のお仕事です。いやでも本当にびっくりで、本だからびっくりですよね。お仕事前にっていうかライブ前にだよね。そう、トークがあったんですよ一部の時は。で、福島の、そう、福島の美味しい食べ物だったり飲み物を食レポしながらご紹介するっていうやつだったんですやつだったんですよ。そうとっても美味しかった。すぐ調べちゃった、終わってから。みんなまさか状態だったわよねって、本当に。だからしかもおしゃれにグラスに入れてくださってたから、普通の日本酒の量じゃないぐらいのいっぱい入ってて、そうマジで。でもあんぐらいも本当にごくごくいけちゃうぐらいだった飲んだ後に踊って大丈夫だったってちょっと味見する程度やったからな。食レポする前に食レポ、うん、ラベルからいいねってね思った。日本酒のねラベル可愛いのとかもいろいろあるけど、やっぱさ結構なんかすごいいかつい文字いかついなんか字体がさ多いじゃない。そう、でもそう、見た目も可愛いし飲みやすいし、うん、ずいぶん言い訳してるね。え、なんか今日意地悪なコメント多くない俺今日なんかそういう日？今日ちょっと怖い。もうそう？言い訳じゃなかったんだけど、ごめんね。気に障ったかい？
とても美味しかったですっていうお話でした。変なコメント読まなくていいよって。違うの、読んで発散してるから大丈夫ごめん、最低人間かもしれない、ごめんね。読んで、あ、ちょっと嫌な気持ちになっちゃったかもっていうのを言ってここで発散してるから大丈夫、ありがとうね、読ませてごめんね、逆に読ませて、そう、逆にね、そう、自分だけでちょっとね、ごめん、逆に読んだ方がね楽なのごめんね、ありがとう、みんなもちょっと嫌な気持ちになっちゃった、ごめんね、ありがとううん、司会は元フジテレビの、瀬川さん、そうなんだ、フジテレビ、うん、めちゃめちゃ楽しかったです、トークも。カレンちゃんが面白かった、うん、そう、奈良県奈良市出身の方だったって、え、そうなん、え、お話ししたかったな、奈良県出身の方だったんだ、え、すごい面白くしてくださってて、もうありがたいなと思ってた、そうだったのね、ジモピーじゃんってね、ジモピーだったじゃん、またどこかでご一緒したいな、うん、京香ちゃんがじゃんけんで一人負けってね、あんなに普通さ、あの後めっちゃ、あの何、じゃんけんであいこ続いたやん、普通はああなるよね、要は一発で逆にあんな一人負けしたな、京香ちゃん可愛かった、へっって顔してたあ、ちょっと切なそう、可愛かった、うん、可愛かったね、うん、ね、うん、十分だった、今日西ね、この後ちょっと覚えたいものがあるので、あと5分ぐらいしたら終わるわ、うん、そう、明日もね、明日多分午前中に配信するかも、ほんで明日ね、夜遅いんですよね、うん、気持ち早起きしまして、全然早起きはせんでいい、あの、ほんとただただ午前中ぐらいからもしもいっぱい寝る、昼前って、うん、昼前10時台とかそのぐらいになるかな、10時ギリギリ50分とか分からへんけど、まだ分からんけど、まあそんぐらい、まあそんな早くない、大丈夫、どうせ毎日やってるから明日ぐらい、明日ぐらいって、あの、見れる時に見たらいいんだよ、無理やり起きたなんて見なくていいよ、本当に本当に
てててて腰痛て。乾燥がすごいわ。やだ見逃したくないで。なんかおもろい。ちょっと愛重めの彼女みたい。やだ。いや別に毎日なんか見やんくて。やだ一日たりとも見逃したくないの。ちょっと愛重めの彼女。なんでよ。映像倉庫というものがあってって、そうなんですよ。映像倉庫っていうのに載ってますよこれ。うん。重め最高ですねって。重めな。重めか。重めやだって。あ、いうな女の子みたいな聞き方。重めやだ。私みたいな重い。もうやだ。もいちゃんは重め。どうなんやろ。重そう大西。軽そうって、まあ重いの反対は軽いかもしれんけど、なんかちょっと軽そうは嫌やな。そのいい嘘、軽そうやな。軽そうでしかない。軽そうって、ちょっと。うん、まあ何だろうね、軽そうか。いやなんかやっぱ違うくない？軽いと思いはちょっと違うよね。なんかジャンルがさ、いや反対かもしれんけどさ、言葉的には。かといって重いの逆って何なんだろうね。重くなさそうでいいんじゃない、もう。重たいと重くなさそう、軽いはちょっと違うわ。愛軽そうにし。初めて言われたな、それはそれで。執着そんなしなさそうって、どうなんやろね。そうね、そういう話したら自分ってどうなんやろうって思うよね。結果さ、そのさ、きっと状況になってみないと分かんないわけじゃないってなるとね、自分ってどっちタイプなんやろうって思うよね。自分では今、まあ、それこそあの軽いっていうかさ、サバサバしてるとは思ってるけどさ、実際そういう場面になってみたらめちゃめちゃ重たくなるかもしれんで、知らんけど。うん、ね、どっちなんだろうね大西は。どっちでもいけそう。重いももちゃんみたいって、なんか思ってても言葉にしなさそうって、確信ついてるね。確信ついてるね。そうね、思ってても言わないかもね。おいしい。うん。うん、言わない。怖いタイプ。いきなり去ってくタイプって。あー、その別れ際にねってこと？どうなんやろね。
どうなんやろうね、分からんけどさ。いやー確かに急に爆発系なんかね、おにじは。それともちゃんと一個一個嫌なことは言って解決していくタイプなのか。浮気されたら一瞬で冷めるって。冷めると思う、全然。おにじ、おにじね、冷めるの多分早いよ。わかんないけど、なんかその別に恋人がとかじゃなくて人間に対してそうなの。そう、なんかきっかけがあったら多分ね、吸って引いていくと思う、別に何も言わずに。そうね。熱しやすく冷めやすいタイプって、あ、それはそうかも。ゲームとかそういう趣味とかできないのもそういうタイプだからなんですよ。したことで冷めちゃう。そう、わかんないよね、どうなんだろうね。ただ浮気は絶対無理。なんかちょっとしたことって、例えばなんかわかんないじゃん、やばい話し込んじゃう、終わって覚えなきゃいけないのに。でも話したい、この話なんかおもろい。そう、なんかね、一回も無理だよ浮気は絶対。友達と急に距離を置いたりするのって、いやはないけど、なんかあってなるとき、まあそんなさ人生ってないけど、あれってなった時に、あ、この人はこういう人なんだって自分の中で一旦理解して、別にその後も関わるけど心は閉ざしてるかもしれないね。うん、それ以上でもそれ以下の関係でもない、そのままの関係でいるかもね。そうね。おもろいこの話。浮気のラインはどこからだと思う？それよくある話よね。皆さんはどこ？ちょっと待って、決めよう。絶対終わるのは、で絶対11時には終わる。11時からおにしは振り起こしをする。はい。もーちゃんはどこからって、浮気？手をつなぐのは？いや、あの気持ちじゃない？なんかそのどういうつもりで手つないでのかによるよね。うん、気持ちがもうそっち行っちゃったらもうアウトじゃない？うん、二人きりでご飯は？そのさ、例えば自分のさ、その恋人である人が行くじゃん、女性と二人きりでとか、まあ男性でも何でもいいよ、誰かと行くってなって、相手がさ、その行ってる相手がね、もうなんかわかる？なんかそのこっち側の人はさ、別にさ何とも思ってないかもしれないけど、そのもう行った方とかにも
はどう思ってるか分かんないじゃない。うん、分かんないけど、でもさっきコメントでチラッとあったけど、隠したらもうアウトじゃない？それはなんか思った。隠すってことはだってやましいことがあるってことでしょ。うん、ねえ、そうね、隠して会ってたらもうアウト。うん、言えば OK なのって。隠してなかったら止めるって。みんなならどうすんのそれは。だってどうなる。堂々とって、確かに向こうが堂々と女の子とご飯行ってくるってことでしょ。それはいいよ別に。いや分からん。どうなん、行く相手にもよるんじゃないの、知らんけど。うん、よくないでしょって。あ、ダメなの、ご飯行ってくる、遅くなる。誰かを言ってどこでご飯に行くか、あと何時までに家に帰ってるかとか、そういう感じじゃないの。それを全部事細かに言ってくれたらいいんじゃないの、知らんけど。二人きりはやだってなっちゃうって。かわいい。いや、むずっ。逆にでもコメント書いてる方は案外やだって感じなんだね。うん、二人きりの時点でやかもって。かわいい。なんかいい気はしないね。どうなんだ、いい気しないか。でも多分大西も同じことしちゃうかも。行くんやったら大西も行くけどなみたいな。いいねんな、二人でご飯行くねんな、じゃあ大西も行くでっつって。それであなたが嫌だったらあなたも行くのやめなさいってなるかもしれない。わかんないけど。うん、じゃあごめんやけど大西も行くなってなる。うん。それでいいなら向こうもその浮気のさ、それこそ今話してるさ浮気の LINE ってあるじゃない。それってやっぱ人それぞれや。相手が、まあ、ご飯行くのはセーフでしょみたいな、しかもちゃんと場所とかさ言ってて、人とかも言ってて、ちゃんと何時までに帰るっていうのを決めてるのであれば、その人にとっては多分それは浮気っていうラインではないんでしょ。だからそのラインには合わせるかもね、もしかしたら。じゃあお兄も行くねって単純に。いや、おもろい。こうなんか案外なんだろう、面白い。あの見てるのコメント欄がやばい、終わんなきゃやばい、覚えなきゃいけないんだよ大西振りを。
やばい、ちょっとこういうイベントでも開く、お酒飲みながら、ジュース飲みながら。やばいやばい、終わりますね、じゃあ。もうそういうやっぱね、みんなのなんか人間性っていうかさ、普通に喋っててさ、なんかそういうのおもろいよね、聞くの。よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位キョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がヨーちゃんとユーももちー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がリサアットマーク台湾ユーナオシももちゃんも大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒーレンさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワー1位の方かしら、ありがとう。あー、今日も見えないわ。あ、1位の方だって、ありがとう、みんなありがとう。じゃあちょっと読んでいくね、いきます。キョイさん、前髪が目に入ってしまった、いきますよ。キョイさん、キョイさん、キョイさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。あ、初ライブで楽しかったやて、ありがとう。祝初ライブありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとう。皆さんも本当にありがとうございました。おもろい話ができて楽しかったです。ありがとうございました。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。頑張ってくださいと、ありがとう。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。